女優、ホンダぞゾムケツ、13、が12日、大阪、朝日放送、ABC で行われた、探偵。ナイトスクープ、関西地区は金曜、午後11.17の収録に、見習い秘書として登場した。2010年から三代目秘書を務めた、松尾エリカ、33、が出産を控え、昨年12月15日の収録で番組を卒業。 この日の収録から、見習い秘書が、週替わりで出演することになった。冒頭、局長の西田敏之、70、と並んで座った本田が、にこやかに、見習い秘書の、本田望む決です。当探偵局ではテレビを、ご覧の皆様からの依頼に基づき、直ちに優秀な探偵を派遣し、真相の追求に当たりますと秘書の、お決まりフレーズで挨拶し、 拍手を浴びた。感激屋の西田は、なんて見事な秘書ぶりなんだ。ああ、かわいい、もう涙目になっちゃうと目を細めて喜んだ。この日は、最高顧問の作曲家、木田太郎氏、87、が出演。木田氏は、本田と74歳差です。孫の年かと思えて聞いたら、ひ孫でしたと苦笑し、本田、西田、木田氏が並んで座っているように、 探偵の石田康史52らがこの絵面がおかしすぎると大爆笑した。関西生まれの本田はいつも見てる大好きな番組でここにいるのが信じられないですと笑顔。西田はすごい情報を入手しましたよ。もちけつちゃんのお父さんとお母さんが付き合っている時にお母さんの家に挨拶に行って一緒にこの番組を見たそうですよと得意げだった。 収録で、本田は依頼者からの、涙あり、笑いありの依頼文を感情を込めて読み上げ、最後は、依頼募集と探偵手帳プレゼントの紹介も、すごく楽しかったですと、笑顔で語っていた。本田の出演文は1月26日放送。またこの日行われた2本目の収録、2月2日、放送文では、女優、二階堂ふみ、23、が、 見習い秘書を務めた。今後、元刈谷ユイカ30、らも出演予定。同局は、当面、見習い秘書が出演し、四代目秘書の決定時期は、未定としている。